新年明けましておめでとうございます。はい、ということでリンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。イエイ。はい、いやー、2019年始まりましたね。2018年を振り返ってという動画はね、先日上げさせていただいたので、2018年についてはそちらの方の動画を見ていただければなと思うんですけれども、2019年についての抱負としてね、いろいろお話ししていこうかなと思います。ということでね、一応晴れ着かなっぽい感じの衣装も作ってみました。はい。どうかな？可愛いかな？最近ね、メガネをかけることをすごい、こう、意識してね、メガネかけてる状態にはなるんですけれども、なんかメガネかけた方が可愛いなと思って。はい。実際、りんちゃんはね、目かなりいいです。両方とも 2.0 あるのでね、伊達メガネです。はい。ということをご理解ください。はい。で、いよいよね、活動も、先日挙げましたけど、2年記念っていう形でね、2年経ちました。私の設定は、設定とか言うとあれね、VTuber としての活動としては、あのような形を取らせていただいて、R 世界も、V 世界も、いろいろ飛び回って、いろんなことやっていこうかなと思うので、これからもぜひぜひ、私、リントをよろしくお願いいたします。はい、VTuber としてね、もう、YouTuber にも近いのかな、リアルなこともやってきます。リントキッチンもやるし、リントのお宝もやるし、VTuber としてのいろんなね、活動もしていこうと思いますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。で、今年の抱負として、2019年、ですね、今のところ考えていることで言いますと、まずは、そうね、動画系をね、バーチャルな感じの動画系をね、少し増やしていきたいなっていうところが一つ。もう一つはね、お歌とかも開けてみようかなって思ってます。今、ミックスのね、お勉強もしています。なので、ちょっとミックスしっかりやって、あと、お歌自体もうまく歌えるようにしていこうかなと思います。あとは、もう少し可愛らしい声を出せるようにしていきたいなぁとは思ってるんですけれども、皆さんはどう思っておりますか？私のこの声、このまんまでもいいかなとかって。結局、私、リンとはね、ドラゴンクエスト10の世界から出てきたリンちゃんと、R 世界線のリンちゃんが合体することによって、この姿を手に入れた、バーチャルな姿を手に入れた状態なので、声は R 世界線のリンとの声をそのままっていう形になっております。なので、R 世界のリンとの声のままでもいいかなとは思ってるんですけれども、やっぱりこの子にね、命を吹き込む以上、やっぱり私はボイスチェンジャーとかちょっと機会をかませるのは、やっぱり、私としては苦手だなっていう風に感じているところなので、なんか可愛らしい声をやっぱりしっかり作って作ってっていうのもあれなんだけど、出していきたいなっていうところも考えております。なので、今年の抱負としては、可愛らしい声を出せて、いろんな動画の幅を広げて、あとは、お歌も出したいしっていうところ。あとは今年の目標としては、やっぱりまずはチャンネル登録者数をね、1000人には乗せたいところだよね。でもまだね、300人ちょっとだから、皆さんの応援をぜひぜひよろしくお願いします。私のことを皆さんこう広めていってくれたら嬉しいなと思います。で、今年も相も変わらず皆さんに私のこの明るさとね、元気とね、テンションでね、みんなに暴力をね、振るっていこうと思ってるんで、そちらの方もお願いします。基本的に私の活動は変えるつもりはないです。まずは私が何よりも楽しく活動していこうかなと思っておりますので、皆さん、これからもよろしくお願いいたします。はい、っていう感じかな。今年もね、こんな感じでテンション高く明るく楽しくやっていこうと思ってるので、ぜひぜひ私、リンと応援お願いいたします。ということで、なんか、ぐだぐだ喋った感じになりましたが、こちらで新年の
ご挨拶とさせていただきます。ということで以上、リンリンパラレルのリンとでした。バイバーイ。いいお年を過ごしてね、みんな。2019年いい年にしようね。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。